품바퀴 가족 皆様こんにちは、ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて成分を見て選びましょう。품바퀴 가족皆様こんばんは품바퀴です今日おすすめするのは目変わりで買うべき美容液です美白美容液は土曜日にあげた9点目変わりに備えたいアンチエイジング化粧品の時にきちんと紹介していますおすすめした商品はミシャビタシープラスとボナジュールのローズステムセルアンプルです両方の効果をきちんと伝えてますので土曜日の動画もぜひ参考にしてくださいでは目変わりで買うべき美容液を伝えます一番最初に紹介する商品は OGI です前回の目変わりでこれは本当に良いと紹介した商品でもう一度紹介しますホーバーオイルが主成分で、有機のホーバーオイルが 9%、サボテンが 1% 配合され、ホーバーオイルとサボテンエキスをキャプセル化して配合してます。3000個ぐらいのキャプセルが入ってます。主成分であるホーバーオイルですが、ベタつき感は一切なく、オイルを塗ったにもかかわらず、塗った時サラッとするセラムです。一般的に化粧品を洗浄するとき、水とオイルを混ぜるときは、高温70度から80度で約1時間加熱して作りますが、このセラムは高温で加熱せずにキャプセル化して入れてますので、ホーバーオイルの栄養をそのまま得ることができます。では、ホーバーオイルについて説明します。ホーバーオイルはまず毛穴を塞がないオイルです。ホーバーオイルは肌の水分が蒸発しないようにする役割をし、保湿にとっても良いオイルです。アトピー用な皮膚干渉症を持つ方にも良いです。またホーバーオイルにはビタミン A、E、C と脂肪酸も含まれて強力な抗酸化剤が豊富です。このような成分は弾力低下でできたシワと老化予防に効果的です。次にホーバーオイルはコラーゲン合成にも関与しますので先ほど言いましたシワ改善にとっても良いのがホーバーオイルですそれにビタミン E が豊富なので傷治療にも効果的です本当にホーバーオイルは良いこと尽くしのオイルですホーバーオイルは皮脂分泌調整作用もしますのでニキビ肌、湿肌にも良いですそのホーバーオイルがたっぷり入ってこのようにオイルを塗りますけれどオイル特有のヌルヌル感、ベタつきはなくスッと吸収されてはサラッとするセラムです使用感とっても良いので参考にしてくださいホーバーオイル他に配合されてる 1% のサボテンは天然保湿因子であるアミノ酸が20種、ビタミンが12種、ミネラルも10種など肌に良い栄養がたっぷりです。他にもナイアシンアミド、アデノシンが配合されて美白シワ改善機能性化粧品です。それに肌浸透力の良い天然保湿因子保湿成分ベタイン、トレアロース、角質層保湿に良いコラゲン、角質層強化につながるパンテノル、天然保湿因子成分アルギニン、抗炎症作用、抗ウイルス作用に優れて肌荒れ防止に良いグリチルニチル酸日系も配合されてます。ですので、マスクで乾燥されてる口周りもしっとりになります。使用感は先ほど伝えた通りです。香りはないです。次に紹介する商品は、ミシャタイムレボリューション
ナイトリペアアンプルコエクスです。エスティローダアドバンスナイトリペアセラムと似てるということで、韓国でとても有名でとても売れてるアンプルです。エスティローダアドバンスナイトリペアセラムはダッスの ビージ配合。エスティローダの方もこういった色が出ますが、こういった色を出すために黒色区504号、黄色4号、色素まで入れて作ってますので、私はミシャの方がよくできてると思っています。このアンプルは鎮静肌バリア強化 美白シワ改善機能性アンプルです。ミシャが作った発光技術、発光アンチエイジング成分をエクストリウムバイオムと言います。エクストリウムバイオムとは発光成分11種を細かくリポソム化して 77.2% 配合してます。それをエクストリウムバイオムと言います。 中心になっている白物は、ビフィダ発光溶解物、ラット・バチルスが中心になっています。発光溶解物、リポソム化して配合してますので、これは素晴らしいです。ビフィダ発光溶解物、ラット・バチルスが私たち肌に良い理由は、タンパク質、乳酸、乳糖、ビタミン、その他の鉱物が豊富に含有しており、肌のアレルギー反応を検証させ、ビタミン類の皮膚吸収力を浄化させてくれます。まだ、発光が手で様々なビタミンを構成して、肌の美白効果と免疫力を刺激させ、抵抗力も高めてくれます。 アトピー性皮膚炎の予防効果と古い角質感は補充力も高めてくれます。紫外線による老化から肌を守ってくれます。まだストレスなどの有害な環境のために、荒く弱ったお肌の健康管理、肌の弾力性、保湿効果、肌バリア機能を高めてくれます。リスクはほぼなく、得ることばかりの発光成分です。 いろんなビフィダ発光溶解物、ラット・バチルスが配合された化粧品はたくさんありますが、ミシャは発光成分をリポソム化して配合してますので、これ以上他社と比較する必要がないと思います。発光成分もアンチエイジング成分ですので、ぜひ参考にしてもらいたいです。疲れた肌にとっても良いアンプルです。では使用感です。 とろっとした液体が入って塗りますととっても滑らかです。ベタつきはないけれど肌がしっとりするタイプのアンプルです。香りはスッとする香りがします。次に目代わりに買うべき美容液はセリマックスノーニアンプルです。このノーニアンプルはノーニが 71.77%配合されて、ノーニ出脂油も配合されてます。 脳には鎮静にも良いですが、シワ改善にも良いです。そう言える理由は、脳にエキスの中に含まれているスコプポルレチン成分がシワ改善に優れた成分で、たくさんの研究結果も出てます。その脳にエキスに角質間脂質成分であるセラミド MP、コレステロール、スクアランも配合してますので、保湿もきちんとできます。 このノーニアンプルでの臨床試験では、深い皮膚弾力改善効果は使用前より使用後プラス 2.58% も改善されて、皮膚表面保湿効果はプラス 39.39% 上がってます。ですので、保湿はもちろんシワ弾力アップにとても良いです。 それにアナトインも配合してますので、傷んだ肌を滑らかにしてくれます。とても考えて作ったアンプルです。ノニエキス、ノニ出脂油は先ほど伝えました通りに、シワ改善にも良いですが、鎮静にもとても良いです。鎮静について、お話だけではなく、正確な鎮静効果、臨床試験の結果を見せます。使用直後、皮膚鎮静効果は、マイナス4.09%下がった結果もあって、4週間使用後はマイナス4.59%も減ってます。ですので、肌鎮静にもとっても良いです。脳にはスーパーフードで、昔からなぜ最高の自然治療剤として使われてきたか、
わかりますね。セリマックスノーニアンプルはノーニエキス安全性テスト完了、シワ改善機能性認証、全成分 EWG クリーン特許ですので安心して使えます。では使用感です。私が今持ってるのは 30ml ですが、メガ割では 50ml も購入できますので参考にしてください。トロッとした液体が入って塗りますとスルスル塗れるタイプの液体が入ってとってもしっとりします。しっとりするけれどベタつきのない美容液です。香りはローズマリーの香りがします。次に紹介する商品は魔女工場カラクナイアシンニッテンジェルエッセンスです。カラクトミセス培養液が 93.6% 配合され、カラクトミセス発酵老化物にはビタミンやミネラル、アミノ酸、酵素、有機酸、酵母ペプチドなどが豊富です。溜まった角質除去と保湿維持力が良く、長時間使用すると肌の弾力や肌のトーンをきれいに整えてくれます。そのカラクトミセスが 93.6% 配合されてますので、1本は使ってみる価値のあるアンプルです。それにナイアシアミドが 4% も配合されてます。ナイアシアミド 4% の美容液はなかなかないです。ナイアシアミドはメラノサイドからメラニン色素が肌表面に上がってくるのを防いでくれます。まだコラーゲン生成促進機能とシワ改善機能があります。ナイアシアミドが 4% ですので、隠れたシミが肌表面に上がってくるのを防ぐのにはとても効果的です。成分も中酸個でシンプルなので肌に負担が少ないです。では使用感です。化粧水ような液体が入って塗りますと塗った感じはしっとりします。しっとりするけれどこっちもベタつきのないさっぱり系の美容液です。香りはないです。最後に紹介する美容液はミグハラウルトラホワイトニングパーフェクトアンプルです。韓国内でもとても人気アンプルです。敏感肌を鎮静させてくれるカモミルエキス25種の自然由来美白成分と 2% のナイアシンアミドが皮膚表面に上がってくるメラニン色素を抑え、できたシミも薄くしてくれます。まだカルロシンが成分前に配合されて抗酸化成分ですので老化防止につながります。次にこのアンプルのすごいところは5つの弾力ペプチドが成分前に配合されてます。ペンタペプチド13は皮膚のキメを整える、パルミトイルテトラペプチド7は究極した深いシワに、塗るボトスと言われるアセチルヘクサペプチド8、弾力アップにつながるトリペプチド1とパルミトイルトリペプチド1、パルミトイルテトラペプチド4も配合してますので肌弾力にもとっても良いアンプルです。アラントインも配合してますのでカサカサになった肌を滑らかにしてくれます。美白、シワ、肌弾力、肌鎮静まできちんとできるアンプルですのでぜひ参考にしてください。では使用感です。少し黄色みがかかった液体が入って塗りますととってもしっとり感たっぷりの液体で、全般的に塗っても肌はベタつかないけれど皮膚はしっとりする美容液です。香りはないです。ここまでが今回メガ割に買うべき美容液です。前回のメガ割おすすめ美容液も相変わらずメガ割おすすめ商品ですので、前回の動画も参考にしてください。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。